ナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンは日本の音楽とフランスのインスピレーションが融合。ナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンでボン踊りやボサノバの要素が予想を超えるダンスミュージックに期待。日本のエンターテインメント界に旋風を巻き起こしているナンバーアイ。彼らの勢いはデビューからとどまることを知らず、常に話題の中心にいます。 5月27日にはミニアルバムナンバリングのリリースを控え、さらに注目が集まっています。マクドナルドの CM に抜擢されたことも記憶に新しく、木村拓哉さんなど、名だたるスターが出演してきた歴史ある CM の系譜に名を連ねることとなりました。一部では、平野翔さんが過去に所属していた旧ジャニーズ事務所との関係性から、 今回の起用に対して否定的な意見も見受けられました。しかし、それを上回るほどの喜びの声が SNS を中心に広がり、男子学生やサラリーマン層、そして女性ファンからの熱狂的な支持も相まって、ナンバーアイのファン層は確実に拡大していると言えるでしょう。5月7日には、平野さんがイメージキャラクターを務めるか弓止め薬、無比。 シリーズの新 CM が公開されました。無比の公式ウェブサイトでは、平野さんが出演する、液体無比 S 僕らの夏は液体無比 S 編と、無比ァ e x シリーズ強さ極めろ編の2本が公開され、特に、僕らの夏は液体無比 S 編は、故郷を舞台にした設定で、平野さんがおっこ役の森七さんと一緒に遊んだ後、 自然豊かな一本道を歩いていくノスタルジックな映像となっています。ファンの間では、公式様からお帰りなさいは泣いちゃいます。再起おめでとう本当にありがとうございました。帰ってきてほしいと願っていたみんなの気持ちが詰まったような新 CM で泣けてきます。など、喜びの声が多数寄せられました。無比シリーズは2022年まで平野さんがイメージキャラクターを務めていましたが、その後、 アイドルではない俳優の中川大使さんが抜擢されました。そして今回、再び平野さんが起用されたわけです。二人は2018年放送のドラマ、花のち晴れ花をネクストシーズンで共演していたこともあり、ネットでは、平野くんと中川くんの花晴れリレーは胸すぎる。他社の CM は前任者との関係性であれたけど、今回の無比はさすが。 いつか二人が共演するバージョンも見てみたいなどと好意的に受け止められています。テレビ局関係者によると、レモングラスの CM にも起用されるなど、CM 需要が高まっている平野さん。今後も平野さんを使った広告は話題を集めそうですね、とのこと。そんな平野さんが率いるナンバーアイは、5月6日放送の JFN。 スペシャルライフタイムオーディオ2024枚ファーストミュージック14歳のプレイリストにゲスト出演しました。番組では4歳の頃に見ていた映画やドラマの話題になり、岸さんがルーキーズを挙げると、岸さんとドワイト氏の小関ゆうたさんも、それこそ今で言うと、グリーンボーイズの奇跡がずっとバイラルになってたみたいな時期でしたもんね、と共感していました。グリーンボーイズは、 須田正輝さん、横浜流星さん、成田亮さん、杉野洋介さんの4人組音楽ユニットで2017年に公開された映画、奇跡、あの日のソビトに登場する架空のアイドルグループです。岸さんはグリーンボーイズがエムステに出演した際にルーキーズについて触れていたこともあり、先日の放送の延長のような雰囲気でしたね、と振り返っていました。 漫画について尋ねられた神宮寺ゆうたさんは、当時は単行本でワンピースを読んでいたと話すと、岸士さんも神宮寺の家に行った時にすごい漫画があったイメージですね、と当時を懐かしんでいました。一方、そんな二人の横で多分何にも見てないんですよね、と考え込む平野さん。彼自身は何かのコンテンツに触れるというよりは、 友達と外で遊ぶのに夢中だったと言います。そんなそれぞれの14歳を過ごして、今は同じグループのメンバーとして活動している3人。今につながっていると思うことはと小関さんに問われると、平野さんはいろんな大人の人の意見を無視してきた時代だったんですよ、と思い返しながら、それが周囲に惑わされず自分の意見を言えるようになったことにつながっているかもしれない。 と話していました。一方、14歳の頃を意外と覚えてないと語る神宮寺さん。学校から仕事場への移動時間が長く、電車に乗っていた記憶しかないそうです。電車の中で何をしていたかを問われると、人を数えてました。人の顔色で、その時にどんな感情なのかがわかるようになった。人間観察が好きになり、と笑いながら話すと、 平野さんから、無理やりかっこいい方に持っていこうとしてると突っ込まれていました。しかし、周りをよく見て臨機応変に立ち振る舞うのが上手な神宮寺さんだけに、当時の人間観察は今に少かなからず生きているのではないでしょうか。そして、ファン待望のナンバーアイの新曲、ボンが5月17日放送のミュージックステーションで初披露されることが決定しました。 このボンはビギニングオブワンズネストの略で、次の始まりとして新たな成長や進化を予感させるタイトルとなっています。また、ボンだけにボン踊りやボサノバともかけている可能性もあり、和との融合があるのではないかと囁かれています。この新曲に対し、X、旧ツイッターでは、ボンはボン踊りルーツ派なんだけど、ごと、 で、独自の世界観バリバリダンスミュージックビデオを見せて、DYC で甘すぎせつな恋ダンスミュージックビデオを見せて、BOND ではダンスバリバリミュージックビデオを見せて、NO エ s でキラキラアイドル爽やかダンスミュージックビデオを見せて、No.I の振り幅世界に見せつけちゃう感じですかね。イタリア語で、良い、好ましい、美味しい、と肯定的な意味を指す。日本語だと、とか。 お盆の盆弾けた曲なのか和のしっとりした曲なのかなど、様々な憶測が飛び交っています。平野さんがフランスで得たインスピレーションをもとに、日本をテーマにしたという新曲、盆。盆踊り、ボサノバ、それとも全く別の音楽性を取り入れた楽曲なのか ?5 月17日の M ステ初披露、そして MV 公開で、 その全貌が明らかになる日が待ち遠しいですね。さて、あなたは新曲、ボンについてどんな風に予想しますかぜひ、コメント欄で教えてくださいね。